ゴーシュは町の活動写真館でセロを弾く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の楽手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色、風のように鳴っています。